までね。そんな高くいない。ブラックホール。はい、次はこっち。四つ葉のクローバーを探してください、皆さん。四つ葉のクローバー。1000個探してください、四つ葉のクローバーを。はい、行きましょう。行きましょう、永平寺。レッツゴートゥー永平寺。はい、永平寺の駐車場に到着いたしました。一番近い駐車場に停めました、このお土産屋さんですね。階段がかなり多いということで、ベビーカーはやめた方がいいというアドバイスを受けまして、ご修行になりました。ママのご修行です。見ても紅葉すごい綺麗。1200円です。家族6人で、こちらの山椒閣の中にはですね、天井の間というものがございまして、はい、はい、今ですね、修行僧の方から丁寧にですね、館内のご案内をいただきまして、館内のね、マナーを教えていただきました。これから参拝をさせていただきたいと思います。もう、私、心が清らかになっております。鯉見つけました。鯉見つけた、幸せになっちゃう。これ獅子見つけました。これ獅子。リス見つけました。やっと最後の鯉です。5枚見つけました。これ来たよ。今からですね、七道伽藍と言われる130人の、修行僧の方たちがですね、生活をしている、7つのお堂を見に行きたいと思います。ただね、全部階段らしくて、とんでもないご修行でございます。鬼のような階段です。ここが僧堂で、お坊さんたちがご飯を食べたり寝たりするところらしいです。中は見ることできないですね。はい、また階段です。道元さんから歴代の本山のトップの人たちがここに祀られているみたいです。が仏殿というところでですね、お釈迦様が祀られているところです。三井財閥の初代弥太郎さんがの ご寄付でできたところでございます。弥太郎さん、このすりこぎも最初真っ黒だったんだって。だけどみんながなでなですると、ここだけハゲちゃったんだって。そう、パパもみんなにスリスリされて、これね、こんなにハゲちゃったんだって。これなりもお利口に参拝できましたね。お利口さんでしたね、なりちゃん。よかったね。永平寺の参拝終了いたしました。ちょうどね、後ろにもこれ紅葉今してるんですけれどもね、時期もちょうど紅葉のタイミングとあって、すごい綺麗な館内を、境内か、境内をね、見ることができました。すごい良かったです。そうですね、観光もすごい、中もすごい見やすくて、最初にお坊さんがね、案内をしてくれて、どういう風に見たらいいかっていうご案内もいただけるのでね、比叡山と高野山よりもね、僕的には一番観光しやすいんじゃないのかなっていうお寺でした。結構お寺ではおすすめなところでございました。渡しました。帰ってきました。お疲れ様でした。はい、それではトレーラーの方に戻ってまいりました。今時刻はですね、何時なんでしょう、17時53分ですね。はい、さっきスーパーに寄ったら、越前ガニが今日からなんと解禁ということですね。来れば食えんのかなと思ったんですけれども、そんなことはなくてですね、ボジョレーヌーボーのように解禁日があるようです。で、買ってきました、1杯っていうの、1匹っていうの、わかんないですけど、ちょっと楽しみですね。乾杯。いただきます。乾杯。うん、美味しい。食べたい。じゃあ越前ガニを食べてみましょうか。
これが越前ガニです。セイコガニ。なんかオスとメスがあるそうで、メスがセイコガニっていうみたいですね。全然知らなかったです。これすだちとポン酢、ちょっと食べてみたいと思います。セイコガニ。これ、あれどうなってるのこれ下。これ味噌下。味噌なんて僕食べれないかもしれないけど、食べてみて、とりあえずね。うまっ、めちゃうまい、すごい柔らかい。セイコガニちゃん、すごいうまい。食べてみて。うまいよね。食べたい人。めちゃくちゃ美味しい。ちゃんと越前ガニっていうのがこうついてますね。本日解禁の越前ガニでございます。11月7日でございます。最高に美味しいです。いいな、いいな。やー、はい、じゃあ、はい、どうぞ。リ、ヨ、ト、シャ、カイ、ジ、何？ブブーブブブブブブ。風がめちゃくちゃ強いですね、今日は。すごいね、風の強さ。半端ないんだけど。海がすぐそばだから、ここのキャンピングトレーラー止めたところが、景色はいいんですけどね、海風がもろ受けっていう。すごいわ、風強いわ。よいしょよいしょよいしょ。もうこのままにしちゃおうかな。このままにしちゃおう。フライパンありがとうございました。風強いわ、これ。もう抜いちゃおう。めちゃくちゃ風強いっす。すごい。洗い流し終了。あーすごい、やばい、やばすぎる。風が外やばい。じゃあ乗っちゃダメでしょ。アリコーシャンですね。わかりますね。今日はいっぱい車乗ったから疲れたでしょ。明日はさ、なんか近くで遊ぶっていう風にした方がいいかなと思って。なんか今日パパたちバナナ食べたい。バナナ食べたい。 OK、 分かった。明日食べよう、バナナ。今はダメだよ。だからそういうところにそういうところに明日は行きます。そういう旅にします。はい、終わり。ぐちぐちペーシーを。え、1回しかやってないじゃん、ちょっと何それ4回ぐらいはやってよ。ありがとう。はい、ぐちぐちペーお願いします。2回、3回、4回、終わり。オッケー。いつも一回だけしかしてなかったの、ほんと。ねえ。嘘つくからね、みっくんは。見て、ここ。やれ。あ、血出てる。え、血出てるんだけど、いつの間にか。どれ？何これ。え？いつやったんだろう。え、かわいい。みっくんよく気づいたね。パパ全然気づかなかった。じゃあ、おやすみタッチ。偉いね、勉強ですか。うん、学校休んでるから全部答え見てるんだ。どうしようもねえじゃねえか、それ。まあ、いいんだけどね、宿題なんて。うん、大丈夫大丈夫。今日勉強したのことの方がよっぽどね、でかいと思いますよ。恐竜見て、永平寺ってどっち側通行だったっけ。右側通行。違うじゃねえか。勉強してねえよ。左、こっち。ここのお堂に来てから何回左を連呼してるかわからないぐらい、もう左と言ってますね、僕たち。休むな。お前、あれだけ左左って言われて、全然じゃないですか。福井で発見されたラプトルの名前は何？おい、福井ラプトルと福井サウルスが取る、見つかったんですよ。めっちゃあのヒント与えてたの。何してんだよ。あ、言いました、福井ラプトル。かわいいなぁ、この福井ラプトル。かわいい。触ってみようかな、福井ラプトルに。あ、かわいい。よし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 。新しくシーシャのフレーバーを買ってみました。すごい美味しそう。カリフォルニアドリーム、初めて住みます。地下トンゲスどっか知らない？トンゲスって何？トング。なんだろうこれ。薄そうだな。
あ、すっごいスイカ。わ、すごい強いよこれは。ジューシーウォーターメロンって、もうただのウォーターメロンじゃないんだから。とりあえずこの2つで OK でしょう。 OK。 チカがシーシャを作ってくれています。何種類入れてんのこれ。7種類のシーシャ、やばくない？超うまそうなんだけど。寝る前にこれやってくれてんでしょ。ありがとう。もうこれで終わり？まだまだ。もういいですよ、もういい。もういいです、それで勘弁してください。チカが作ってくれたシーシャ捨てますよ。うまい、チカくん。めちゃくちゃうまいっす、これ。すごい美味しい。あー、美味しい。うまい。めっちゃうまくない？うん、めっちゃ爽やか。優しい味。ねえ、優しい味。チカやったね。すごい美味しい。